ジェラセリーグヤクルト0から6阪神7日神宮阪神が今季3度目の5連勝で首位とに5ゲーム差をキープした今季最多タイの貯金8ヤクルト戦は13勝8敗とし2年連続の勝ち越しが決まった初回に先頭の近本の左善打と中野のギダで一死二2塁を作り森下が先制2塁打4試合連続打点とすると 大山が中前的時打で続いたさらに佐藤明が左越えに2戦連発とする13号ツーラン一挙4点をリードした先発の再木は6回110球8安打無失点の粘り強い投球で自己最多を更新する12勝目2回に一死満塁を切り抜けると3回から6回まで得点圏に走者を背負いながらスコアボードに例を並べた 以下は試合後の岡田章信監督の一問一答を岡田監督まとめ埼木はよく粘った変化球甘かったんやな2回は特になストレートも低めにいけばなちょっとなんか上わずるよななんかな中盤は直球で押し込むフライアウトも増えたボールの力はあるよそらーピンチを作っても得点を許さないのも埼木らしさまあなもう5回で変えてもええけどビーズリートちゃうからの埼木は ええ、そんなもん5回で変えて勝ち投手じゃ、これはそんなんじゃあかんからな。まあな、100、球、越してたけどな、もう1回な、ちょうどええ打順、中軸、のとこやったからな。あと1回な、頑張れ言うたよ、そういう立場になった年に規定投球回に到達。もう達したんか、まあ、そんなんは別に意識はしてないと思うけど。まあそら、 勝ち頭やからな、オーン、まだそういう意味では、最多勝の、チャンスあるからな、分からへんから、最後までな。なんぼや、十二、勝つ、になったんか。打線は前夜の勢いのまま初回につながった、なあ。